1945年8月、太平洋戦争は日本の敗北をもって終結しました。その直後から GHQ は戦犯容疑がある人物の摘発に動き出し、彼らの収容施設として巣鴨プリズンを開設しました。この施設には多い時で2000人を超える戦犯が収容され、ひたすら刑の執行を待っていたそうです。今回は巣鴨プリズンに焦点を当て、一体どんな場所だったのか、あるいは戦犯たちがどのような日々を過ごしていたのか、その実態に迫っていきたいと思います。東京裁判と巣鴨プリズン。第二次世界大戦における日本の戦争指導者を裁くための法廷、いわゆる東京裁判が改定されたのが1946年5月3日のこと。この時に起訴されたのが東条元首相ら永久戦犯に定義された28人でした。裁判長、ウェップはじめ10カ国からそれぞれ1人の判事が選任されています。そもそもアメリカには天皇の戦争責任を追及するつもりはありませんでした。日本の政治的安定を担保するには国体護持、つまり天皇の存在こそが不可欠だったからです。その代わり戦争指導者に責任を負わせることでいたずらに天皇を処罰するべきと叫ぶソ連、中国などを牽制する思惑がありました。こうして東京裁判は進んでいき、1948年4月16日に全ての取り調べを終えています。また A 級戦犯の他に B 級、C 級戦犯の裁判も行われ、国内では横浜、海外ではフィリピン、シンガポール、中国、ビルマなどの軍事法廷で実施されました。一連の裁判では5000人以上の日本人戦犯が裁かれ、A 級戦犯では7人、B 級、C 級戦犯では実に500人以上が死刑となっています。ちなみに勘違いしやすいのは A、B、C と言っても刑の重さを表すものではありません。A 級戦犯は平和に対する罪、B 級戦犯は交戦規則に反する戦争犯罪、C 級戦犯は捕虜虐待や残虐行為など人道に対する罪が適用されています。よく東京裁判は事後法に基づくもので不平等な裁判だったという認識があります。確かに平和に対する罪は従来にはなく、ポツダム宣言にのっとって新しく導入された法理でした。これを過去に遡って定義するのは明らかに不当ではないかというのが大きな理由です。とはいえ、戦争犯罪人の処罰を盛り込んだポツダム宣言を無条件で受諾した以上、日本は従うしか方法はありません。また終戦直後の帝国議会では戦争責任に関する決議が採択されています。これは開戦責任及び国際条約に反する残虐行為を伴う戦争犯罪については過去の行動を反省し、新しい日本の建設に邁進すべきだと明言したものです。日本の中にも何らかの裁きを受けるべきといった風潮が蔓延していたのでしょう。また巣鴨プリズンは周囲の民家を強制的に立ち退かせることで12万6000平方メートルという敷地面積となりました。その中には6棟の官房棟が立ち並び、 A 級及び B 級 C 級戦犯が収容されました。ここで死刑執行を受けた者は東条英機ら A 級戦犯も含めて60人に及び、1952年に日本へ移管された後も戦犯たちの収容は続きました。巣鴨プリズンでの暮らし。巣鴨プリズンの中ではもちろん A 級戦犯をはじめとする死刑囚もいますし、あるいは無期刑、有期刑を下された者もいました。彼らはどんな風に毎日を過ごしていたのでしょうか。まず A 級戦犯は独房に収監されており、絶えず監視の目にさらされています。寒いからといって頭から布団をかぶろうものならすぐさま監視がやってきて思いっきり当人を蹴飛ばしました。なぜなら隠れて自殺する恐れがあるからです。また食事の時間になると A 級戦犯たちは独房から出てきて整列し、静かに配膳を受けました。B 級、C 級戦犯とは違って、一人で食事を取ることが許されたそうです。もちろん食事が終われば、食器を自分で運んで洗浄することが当たり前でした。毎日の入浴は許されていましたが、15分程度とかなり短く、絶えずアメリカの憲兵が目を光らせていました。少しでも遅れたら、ハリー、ハリーとせかされます。特にヒゲが濃い人は苦労したようで、せっかく顔にカミソリを当てても、ヒゲが残ってしまうことがほとんどでした。またカミソリの管理については特に厳しく、一人が剃り終わると憲兵の手に返し、刃こぼれがないかを検査してから次の人に渡したそうです。ちょっとでも刃こぼれしていれば全員を整列させ、それこそ肛門の中まで検査されたといいます。
さて A 級戦犯たちは時間的に余裕があったのですが、 B 級 C 級戦犯には労働が義務付けられていました。とりわけ物資運搬に用いるパレット作りはきつかったらしく、収容者は一様にあれが一番体に応えたと回想するほどです。これは作業人数以上に過大なノルマが課せられ、達成するにはかなり無理をする必要がありました。また作業は野外で行われるため、夏場の炎天下にはさらに過酷さが増します。せめて帽子を支給してくださいと嘆願するも引き入れてもらえず、休憩時間になっても日陰で休むことすら許されません。そのため作業中に倒れる者もいたようです。ただし戦犯たちにとって辛いことばかりではありません。時には楽しみもあったようです。例えば1日に 3,4 本ほどタバコが支給され、その時間になると戦犯たちの長い列ができました。またタバコの空き箱を使ってトランプや麻雀牌を作るなど娯楽のために活用したといいます。しかしタバコの支給が止まると大変でした。少しでもニコチンが欲しい受刑者は憲兵が捨てた吸い殻を拾い吸っていたようです。巣鴨プリズンの食事。次に巣鴨プリズンにおける食事を見ていきましょう。配膳係を務めた人物の回想によれば、基本的なメニューはご飯、惣菜、汁で構成されていたようです。しかし一般国民が飢えているのに戦犯の食事が充実しているわけがありません。巣鴨での食事は常に窮乏していました。確かに正月こそ餅や牛肉、あるいは野菜や果物を主体とする食事が支給されますが、それ以降は質素なものへ変わったようです。生野菜が出なくなり、白米もなくなり、次第に塩っ気のないメニューが多くなって、まるで家畜の餌を食べているような感覚だったといいます。また巣鴨の食事がひどかったのは単なる食料の欠乏だけではありません。担当の憲兵が食材を横流しし、ピンハネした分も大量に闇で売っていたからです。さすがに発覚して憲兵は処罰されますが、その後も改善されたとは言えず、やはり戦犯たちはひもじい思いをするしかありませんでした。それは A 級戦犯にしても同様で、東条などは貧しい食事を文句も言わずに黙って食べていたそうです。そうかと思えば A 級戦犯の中には豪華な食事を支給される者もいました。例えば海軍大臣だった島田重太郎は日記に食事内容を記しています。そこにはボイルドビーフに限らず、ビーフパイや野菜ビーフ煮など牛肉が頻繁に登場し、タラ、カレイ、アマダイなど魚介も豊富に出てくる。またパンやコーヒーなどが毎日のように提供され、バターやチーズといった乳製品も出てきたとあります。これは同じく A 級戦犯だった岸信介も同様で、出所後の回想では時折マグロの刺身が出てきたと語っています。これがあまりにも美味しかったため、冗談めかしてやっぱりマグロは巣鴨に限るなんて嘘吹いていたそうです。それにしても同じ A 級戦犯でなぜ待遇が異なったのか。確かに東条は開戦時の総理大臣だったためアメリカから憎まれていたという面もありますが、ただ一つ言えるのは、島田は死刑ではなく終身刑で、岸は起訴すらされませんでした。そこには大きな理由があるような気がしますよね。そんな貧しい食事環境の中、死刑囚たちにとって最後の晩餐だけは他より豪華な食材が並んでいたそうです。東条英機も死刑執行前日の夕食では和洋折衷の食事を食べながら、美味しいね、これで一杯やりたいなと語ったと伝わります。戦犯たちを喜ばせた慰問活動とは。外部と遮断された巣鴨プリズンでの生活は辛くて苦しいだけではありません。時には娯楽や趣味に興じることもあったようです。とりわけ戦犯たちを喜ばせたのは数々の慰問活動でした。例えば1952年のこと、巣鴨プリズン内でプロ野球球団による慰問が行われています。この時、東京読売巨人軍と毎日オリオンズの2軍同士が対戦し、バックネット裏には A 級戦犯たちが観戦、さらに B 級、C 級戦犯を合わせて1000人以上が試合を見守ったそうです。また同年の春場所前にあたる1月9日、出羽の海一門を中心として時津風部屋、伊勢ヶ浜部屋の有志ら66名が巣鴨プリズンを訪れて慰問相撲を行いました。およそ300名の戦犯たちは久しぶりに見る生の取り組みや土俵入りに大歓声や拍手を送ったそうです。ちなみに相撲の世界では巡業などで披露される七五調の囃子歌がありました。これを相撲ジンクと呼んでいます。この時、慰問相撲のためだけに作られたジンクがあったようで、戦犯たちは目に涙を浮かべながら聞き入りました。
千代表築し我が国も無常の風に誘われて、今は昔の夢と杞憂、されど忘るな腹からよ、あの有名な関心が、またをくぐりし試しあり、花の司の牡丹でも、冬は子も来て関しのぐ、与えられたる民主主義、老いも若きも手を取りて、やがて来る春を待ち、パッと咲かせよ桜花、辛く悲しい敗戦も、これからは民主主義の名のもとに新しい国家を築いていくんだ。そんな希望に満ち溢れた句になっています。きっと勇気づけられた先般も多かったことでしょう。そして忘れてはいけないのが芸能人の慰問です。有名な芸能プロダクションが慰問に協力し、第一線で活躍する多くの著名人が巣鴨プリズンを訪れました。これらの慰問や余興は主に収容者が労働から解放される週末に開催され、開演前から先般たちの熱気がすごかったようです。またこのような疑問もありました。1952年6月、原爆によって傷を負った若い女性、いわゆる原爆乙女たちが広島から上京してきたそうです。彼女たちは東大附属病院で診察を受けたり、東京の名所を見物した後、巣鴨プリズンへやってきました。戦争被害者でありながら戦犯を慰問するというわけです。しかも歓迎の挨拶を述べたのが元陸軍大将畑俊六だったといいます。終戦直前、畑は第二総軍司令官を務めており、広島へ赴任していました。畑は挨拶の冒頭、こう述べています。当時、私は広島にある陸軍の最高司令官をしていた。広島は西部日本の中軸であり、旧敵国がこれを狙ったのは当然です。私どもが広島にいたばかりに、皆さんもこんな目に遭わせました。すると彼女たちは、このように言葉を交わしたそうです。原爆でこんな姿になった私たちの青春は失われ、どんなに戦争指導者を恨んだことでしょう。しかし、7年も経った今はその恨みも消えました。皆さん方の苦しみも私たちの苦しみも同じだと思うようになりました。その心情が果たして本心だったのか、それは知る由もありませんが、戦争責任者と戦争被害者が一堂に会し、言葉を交わすという瞬間が当時の巣鴨プリズンにはありました。死刑執行までのプロセス。巣鴨プリズンでは永久戦犯7人を含む60人が死刑となっています。彼らの死刑執行へ至るまでどのようなプロセスが存在したのでしょうか。まず死刑執行にあたっては死刑執行手順書が作成されますが、例えば1948年12月としか記されておらず、日付の記載がありません。これは人身保護請求がなされた場合など執行延期の可能性があったためでしょう。また執行は非公開とされ、指定された証人以外は記者やカメラマンも含めて立ち入り禁止とされました。さらに護衛兵を配置して死刑囚の安全を確保し、不適切に傷つけることを避ける予防策が取られています。執行については厳粛さを持って見守られ、すこぶる軍隊的な正確さを持って実施されました。関係者は戦犯に対して不適切な行為や言動も戒められています。いくら戦犯といえども死にあたって尊厳を傷つけるべきではないという配慮だったのでしょう。基本的に死刑囚への執行日の告知は死刑執行2日前とされていました。さて、執行日の告知がされた後、教会士が死刑囚と接触することが認められていました。また教会士は執行の際、講習台に上るその時まで付き添うものとされていたようです。本来の教会士とは刑務所内の受刑者を改心するよう導く仕事ですが、巣鴨プリズンではいささか事情が異なります。どちらかといえば死刑囚たちの話をじっくりと聞き、彼らが安心して旅立てるよう精神的安寧をもたらす役割がありました。巣鴨プリズンでは仏教学者原山真章が教会士としてその任に当たりました。重光守がその手記で、長期間にわたる習慣で精神的に消耗していた被告たちにとって花山との接触は一つの救いでもあったと述べている通り、死刑囚にとって花山は精神的な支柱になっていました。死刑執行前日、必要なロープや目隠しフード、腰ベルトに腕、足のカセを準備しておき、落とし板を直ちに利用できるようにします。やがて執行当日の時刻になると、死刑囚は指揮官及び護衛兵に守られて、舎房から出獄し、講習台の壇上まで移動します。そして死刑囚の首にロープがかけられ、執行責任者の指示によって踏み板が外されます。
余談ですが、永久戦犯の死刑は二度に分けて執行されました。まず最初に東条英機、土井原健二、武藤明、松井岩根らが連行されています。東条は日本酒を希望しましたが手に入らず、代わりにぶどう酒を一口飲んでご機嫌だったそうです。そして4人は万歳三唱をした後、監視の兵たちに、ご苦労さん、ありがとう、と声をかけ、歩み寄って握手を交わしました。彼らはなぜか、ニコニコ微笑みながら、刑場へ消えていったそうです。執行が完了すると、遺体を確認して、死亡したことが宣告されます。永久戦犯の遺体は、巣鴨プリズンから横浜の火葬場へ運ばれ、監視の下で火葬されています。遺族から遺骨の引き取り要求があったものの、米軍は要求を拒否しました。なぜなら遺骨を誰かが利用して、英雄扱い、もしくは政治利用する可能性があるためです。こうした措置は遺族や関係者による遺骨入手を完全に封じるものであり、戦犯のいかなる遺物も絶対に渡さないという米軍の強い意志の表れだと言えるでしょう。一方、B 級、C 級戦犯については、もし軽視者の近親者または関係者が遺骨の引き取りを希望する場合、可能ならば埋葬のために引き渡しを許可するとされていました。これは永久戦犯の遺体に対する措置とは異なるもので、日本の国民感情に配慮した結果ではないでしょうか。巣鴨プリズンは終戦直後の日本における負の遺産だと言えるかもしれません。なぜなら東京、横浜における軍事裁判では、日本側被告に不利な判決が次々に下され、それは明らかに連合国による復讐劇だったからです。また巣鴨プリズンへ収監された戦犯たちは、いわれなき罪によって刑に処せられたり、長期間にわたる拘束を余儀なくされました。まさに日本人が忘れてはいけない記憶なんです。今一度、あの戦争が正しかったのか、それとも間違っていたのか、立ち止まって検証すべきではないでしょうか。今回の内容は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。